レスボス県は、ギリシャ共和国の北エゲ地方を構成する、行政区の一つ、レスボス市のみからなる。県とはミテリーに、現行の行政区画としてのレスボス県は、レスボス島一島からなり、レスボス市一市のみが属する。カリクラティス改革以前の自治体としてのレスボス県には、レスボス島、リムノス島、アイオスエフストラティオス島などが属しており、17ディモス、1基。 のティタを管轄していた。2005年時点で11220人が住んでおり、行政面積は2.154平方キロメートル、人口密度は51.2人平方キロメートルであった。改革に伴い、レスボス島の基礎自治体がすべて合併して、レスボス市が発足し、リムノス島とアイオスエフストラティオス島は、リムノス県として分離した。 旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。下表の番号は上手と対応している。旧自治体名欄で印を付したものは木のディタ。それ以外はディモス。成長所在地欄で太字になっているものは新自治体の成長所在地となったものを示す。ありがとうございます。